静けさとともに独身男と小型犬のモーニングルーティンが始まる音。いやちょいちょい誰、はじめまして。今回はナレーションのお手伝いをするズンダモンと申します。あ、よろしくお願いします。いやかぶってるでしょ。ミンちゃんは先に起きてバタバタしている日もあれば全然起きない日もあります。この日は一緒に起きるみたいです。おはよう。起きた。おはよう。また？すがすがしい気持ちで掃除します。暴走モード全開。終了。よし、ご飯にしよう。ご飯。寝起きの主は食欲がないので、みんちゃんの分だけ用意します。待て。よし、またやってほしいね。よし。遊びます。どうしたミンちゃん。どうした。ソファ乗るんか。なんでなんで乗るよ。なんでどうした。いいよ、ほらおいで。おいで。いいよ、よしよし、頑張れ頑張れ。何しとる。分かった分かった分かった。気がつけばルーティンになっていました。黄昏てんの。現実的な独身男のご飯。ねえ、お布団お布団。落ちた。ミントさっき食べたよ。よし。どこ待ってく。ちゃっかりゲットしました。ミ
荷物が届きました。オーバーリアクション。みん、それソファそれはソファね、みんといつもあったやつ。ここ座るん、またよし、うん、オッケー、やったね散歩に行くぞ、散歩。行きましょう。行くか。はいはい。行くよ。行くよ。待て、食べないよ、食べない。う以上が最近の冬のモーニングルーティンになります。この後みんちゃんは昼寝や日向ぼっこ、飼い主は仕事をしたりします。冬のモーニングルーティンとか言いながら最近暖かくなってきました。
またみんちゃんといろんなとこに遊びに行こうと思いますので今後もお楽しみに。それではご視聴ありがとうございました。いや、かぶってるから。